95回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会優勝は天皇杯の栄冠です。皆さんどうぞ大きな拍手をお願いいたします。前回の天皇杯では、皆さんの前でしっかり優勝することができてすごく嬉しかったです。今シーズンはどうなるかまだ分かりませんが、また皆さんの前で、最高の姿を見せれたらいいなと思います。バスケットボール選手権大会男子準々決勝第1試合、サンロッカーズ渋谷対レバンガ北海道の一戦をお送りします。会場は埼玉スーパーアリーナです。数々の歴史を刻んできた天皇杯、令和初の王者の座をかけての戦いです。ただここもこのベンドラメから山内の憎らしいプレーもあったんですが、渋谷が勝ってベスト4進出を決めました。ベンドラメの活躍、はい、素晴らしい活躍でしたね。さあキックオフです。今日は特に出てるメンバー、出てる自分の仕事をしっかり理解して、4人のゲームを全員引き上げて、全員で打たれて、で結果的に すごいいいスコアで勝利したけど、とても大きいし、OK、明日勝つためだけのことを考えて、これから全部、明日まで過ごしてください。OK、よくやった。皆様お待たせいたしました。第95回天皇杯全日本バスケットボール選手権大会男子の決勝戦です。サンロッカーズ渋谷と川崎ブレイブサンダースの一戦の模様をお送りいたします。川崎と渋谷ティップオフです。最初のポゼッションは渋谷に入った。外で広瀬スリーポイント、ベテランの力でしょ。ここで優勝する男、ようやった、本当にようやった。グレイグレイグレイジャーチームエフォル、 CJ もコート立ちたかっただろうけど、すごい悔しい顔を朝はしてたけど、それ関係なくゲームに入ってくれて、ありがとう。ただ言うようにずっとディフェンス頑張って、he was being patient on the defensive end. それをみんなでヘルプして、and that helps the whole team out. 結局73点で抑えて、down to 73 points against. でリーグで一番スリーポイントパーセント高い、川崎を35分の8。彼もコーナーコース。さあイザヘッドコーチ。これ決めるのか、ベンドラメ。おお、決めた。強いね、ベンドラメね。戦略通り、しっかりやってくれた。Game strategy, you guys stick to it. ホワイトボード書いたけど、right on the whiteboard. ディフェンスはもうそれをずっとやってくれて、ベンドラメ、ベンドラメ、クラッチで決めた。下からベンドラメ。もうずっとアタックリム、何かに狂ったようにあの金髪の彼がずっとアタックしてアタックして、一投目シー君のフリーショット打てないんでね、今日のゲームね、一本目が大事だと思いますよ。あー、さすがですね。ここ優勝メンバー唯一渋谷の中では残っている広瀬が最後のフリースローを放っています。でクラブとしてこれ2つ目の優勝、日本が決めた、ここでタイムアップ。
78対73、第95回天皇杯チャンピオンはサンロッカーズ渋谷、初優勝から5年ぶり2回目の優勝になりました。リサヘッドコーチ、やったと思いますね。逆にやっぱ渋谷これで抜け出してね、はい、イーストをもっとね東地区を面白くしてくれるんじゃないですかね、これでね。2400秒選手がしっかり、サンロッカーズ渋谷ディフェンスをやってくれたと思います。満足しています。そして、はい、まあ、スコアしたのは彼らですけども、それをつないだ、他の選手たち、スクリーンした、選手、その前にディフェンスで、今日試合出れなかったベンチメンバーも含めて、クラブ全体の勝利だと思います。お願いします。はい、今シーズン、良い時も悪い時もありますけども、会場には黄色の T シャツを着たファンの方がたくさんいて、今日もとても心強かったです。おめでとうございます。サンロッカーズ渋谷、去年まで3つ持ってたやつがいて、チャンピオンリング、4つ目か。天皇杯優勝サンロッカーズ渋谷、表彰式の様子をご覧いただきました。コースケは5個目にチャレンジする、みんなは2個目にチャレンジする。おめでとう。Congratulations. おめでとう。ありがとうございます。サンロッカーズ渋谷。